かっこ目指せとじかっこ河内要求者、第5章開きかっこ G1 制覇とじかっこ。イリウマや予定にさえ馬星雲ジャイロースキングカメハメハ×西のまな娘エロスオスグラスワンダー×アリサピッツネイルメスクロフ。2歳馬の血統レベル上がってるな。サンデーアールや社外からも預かってるし、新クラブ会社からも預かってる。期待したいな。父カステナンゴ×レッドターディアルデバラン 2×西のなでしこ上がってる。プラウドレガシーには頑張ってもらってサンデーアールから。メスアグネスデジタル×フランダース日高ブリダーズ日高は来月厩舎発表だから募集あるといいな。ポグフォンケンタ人他にもあったら頼むよ。テムルオスハーツクライ×フォーテンタイル。キャニオンバレーオメ。スマートマージオメ。タガノアップメス父ディープインパクト母チャップアップ。バッドボーイがおっさんのとこじゃなければなぁ。マジでディープっ子かよ。なんでまた保守早手の死が入るね。金があったら出資したかったよ。ゴールドテーラーおめ保守芝山川内の勝利久々に見たな。ウォーターポルトスおめ保守今年の2歳はいいね。久々にワクワクする。羽引きの支店8押し柏原市中心総合運転代行買わない利用はやめた方が最善。代行運転会社は飲酒運転取締り強化で多数ある。特に今週惜しいな。次にあまりつながらんのがなあ。明日はセレクトでいい馬見つけてきてください。ヤマニンプードレオメ10勝か20勝復活できるかも。岩崎くんがそこそこ乗れてる。27もう一人の同期がやらかしたから岩崎くんには追い風が来てるよ。セレクトできそうな馬いる。名称のオーナーがエンパイアメーカーさん当てたけど来ないかな。今週も勝ち星期待できそうな駒だな。今年は久々に10勝いけるんじゃない。これからの2歳馬のラインナップ見てもここ数年より血統レベル上がっ これで岩崎くんが勝ちを重ねたら痛快だね。名称コルノは状況動いているね。11ワンダーコロアールで勝てて何より。12サンライズピークオメ今年の特別初勝利オメアスピュートオメエマサルーテオメコンサートオメすでに15勝上りレジェンド4445父ディープインパクト母ミルグレイン4639JRA の HP の前に書き込んでるので、これからは決闘もお願いします。ピッツネイル連投でお願いします。ディープ×ランフォーザドリーム山内厩舎もこの決闘入らんだろうと思ってたから。名称ヤマト巨頭一族の恐れ言うと上りレジェンドはゲートの練習に乗った福永なのかな。河内厩舎の馬に9年1月31日以来乗ってないんだね。50マジでがっくりだわ。番頭のパンチ安藤に詫びでも入れたんかな。河内厩舎のいいところってどこですかね。これっておっさん騎手時代にある程度の成功を収め重賞を勝っているのは加藤和弘か陽性。